そうですね、いくつか理由はあるんですけども、まあ、会社選びの基準として一つ置いていたのが、その会社の提供しているサービスに対して愛着があるかとか、誇らしいものを提供しているのかっていう部分が私の中でかなり大きな会社選びの基準の一つとなっていて、そういう意味でいくと、さくらのレンタルサーバーはアルバイトの頃にアルバイト先で利用していたり、さくらの VPS に関してもプライベートで契約して利用していて、愛着があったっていうのが大きな理由の一つです。そうですね、さくらの勤務体系としてほぼほぼリモートワークが多いというところでですね、やっぱりそのコミュニケーションっていう面が、難しいっていうところもあって、自分の思っていることだったり感じていることっていうのをチャットベースで、気軽にアウトプットできるような人がさくらに向いているんじゃないかと思います。そうですね、現状まだ私が配属されてから数ヶ月しか経ってないっていうところでですね、割り振られる業務自体が、勉強を目的とした業務っていうところがほとんど大きなところを占めていて、そういう意味では業務時間ほぼ全て勉強の時間になっているという形です。そうですね、先ほども申し上げた通り、現状割り当てられる業務っていうのが、勉強を目的とした業務が多いので、5年後10年後は自分で業務を見つけて主体的に仕事をできるようになれればいいかなと思います。一緒に働きませんか？さくらインターネット。